1811年ガブリーラ・ロマーノビチ、デルジャービンとは、啓蒙時代のロシアの詩人。古典主義の代表的存在であり、それを大きく推し進めた人物でもある。プーシキン以前では最大の詩人とされる。デルジャービンは、ムルザを祖に持つ。火山に生まれ、そこで幼年時代を過ごした。父は大尉だったロマンにコライビッチであるが、デルジャービンが若い頃に亡くなっている。 1762年からサンクトペテルブルクでプレオブラジェンスキー連隊の兵卒となった。1772年にはシカニエ。1776年から1777年にはプガチョフの乱の鎮圧にも参加した。文学界や一般社会で名声が高まったのは1782年に昭華フェリーツァを書いてからである。これはエカチェリーナ2世を褒めたたえるものだった。 デルジャービンは、オロネツの権霊に抜擢され、1785年からは、タンボフの知事になった。どちらでもデルジャービンは秩序を重んじようとし、汚職との戦いは、地方のエリートたちとの衝突を招いた。1789年、彼は首都に戻り、いくつもの養殖を歴任していく。これらの時代を通じ、デルジャービンが、分断に停滞をもたらすことはなかった。長子 神など、いくつもの作品を描いている。1803年に退役し、サンクトペテルブルケやノブゴロドのズバンカにある自分の領地などで暮らす。晩年は、作家活動に専念するようになった。1816年にズバンカの自宅で死去。ありがとうございます。